例の虹ここは一体。知らない。どうやったら元に戻れる？そんなの相手見つけて銃で蜂の巣にして、その後キリンの力で燃やして拷問にかければいいでしょ。その手があったね。もみじ頭がいい。私が連れてきたのよ。いきなり発砲はやめてくれる？ち、デザートイーグルを撃ったんだけど、避けないでよ。いや、避けるわよ。何？人がせっかく話そうとしてるのに撃つなんて。まあいいわ。はじめまして、私は八雲ゆかり。幻想郷の管理者で妖怪の賢者よ。キリン以外の人材初めて見た。一応自己紹介でもしよう。私はキリン神獣のキリンだよ。私はキサラギモミジ、銃使いだ。嘘言うなよ。拷問好きなくせに。銃の試し撃ちには持ってこいだ。だからモミジはサイコパスとか言われるんだよ。話に戻るわよ。なんで私たちをこんな目玉が多いキモい空間に連れてきた。変装次第だとお前の脳みそぶちまけるぞ。あらやだ怖い。神獣キリン、キサラギモミジ、あなたたちに幻想郷へとご案内しますわ。何よその幻想郷って。なんで私たちを連れて行くの？まずは幻想郷がどんなことが話すわ。幻想郷、それは白霊大結界によって隔離された世界。様々な種族が住んでいるわ。中には人外な種族もね。あなたたちを連れてきた理由はあなたたちに能力があるからよ。キリンから言うわよ。キリンの能力は雷と炎を操る程度の能力。キサラギモミジの能力は密空間を作る程度の能力と重火器と弾丸を作る程度の能力よ。いや、じゃあ頭打ち放題だー。キリン、この子大丈夫なの？銃に関することがあると狂気乱舞するから気にしないでね。それじゃあバラバラに送るから。幻想郷は全てを受け入れる。それはそれは残酷な話ですわ。え？幻想郷に咲いた花の名前を私は知らない。明日が来ると信じた君のためだけに。行き場のないこの気持ちは風吹いたら忘れよう。痛いなぁ、まったく。バラバラに分かれたってことはモミジはどこに行ったんだろう。危険な場所だったら危ないし、早くモミジを探さないと。なあそこの人間。私人間じゃないんだけど。なら妖怪か？いや神獣。おおすごいなぁ。って違う違う。なあ神獣。キリンだよ。キリンお姉さん、お願いがあるんだ。あたいを弟子にしてほしいんだ。なんで？あたい強くなって霊夢とマリサに勝ちたいんだ。幻想郷について教えてくれるのならいいけど。いっぱい教えるぞ。よろしくな師匠。これからよろしくね。ここどこ？移動しよう。おそらく幻想郷に着いたんだと思う。わい人間さんだ。君は誰なの？ここは幻想郷で合ってる？私は小道小石。ここは幻想郷で合ってるよお姉さん。出口とかわかる？わかるよ。でも悟りお姉ちゃんに紹介したいし、一緒に行こう。幻想郷について何か知ってるかもしれない。わかった、一緒に行こう。バイ。